皆さんこんにちは、えー。司法試験予備試験2021年度、えー、令和3年予備試験論文式試験分析会、憲法の方を始めていただきます、えー。私は東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です、えー。よろしくお願いいたします。<coughs> まあ、あの予備試験のね、論文式試験を受けられた方、お疲れ様でした。まあ、70分でね、結構パッパッパッパ処理しなきゃいけない反面、それなりに論述しなきゃいけないので大変だったと思います。 で、レックはもうね、下4法は分析が終わったんですけど、今回は憲法、民法、刑法、実務科目の分析会になります。で、憲法、30分しかないので、早速ね、行、えー、きましょう。で、こちらのね、レジュメ2つあります。論文式試験分析会憲法っていうやつと、えー、と、憲法講師レジュメっていうやつ、えー。この2つ用いていきます。で、まず、えー、論文式分析会憲法っていうやつの1ページ目を開けていただくと、えー、問題っていうのが出てますね。 で、この問題はもう目を通したという前提でお話しさせていただきます。で、この問題バーッと読んで、皆さんどういうふうに読んでいます問題。もちろんね、頭から読んでいくんですけど、やっぱり当たりつけながら読んでいかないとなかなか間に合わない。どんなことを書くんだろうなって。読んでいくと、あどうやらなんか印刷物廃止の原則禁止、これが一つですよね。どうやらこの印刷物廃止の 原原則則禁禁止止と広告掲示の原則禁止この2つが問題となっているっていうのが分かると思います。で後々、えー、読んでいくとこれら2つの、まあ、合憲性について論ぜよっていう話なんですね。で、えー、と下から3行目が問題ですよね。B 氏歴史的環境保護条例案のうち表現活動を規制する部分の憲法適合性について論じなさい。 憲法21条1項で論じてくださいよと、もうメッセージが入ってます。で、条例と法律の関係とかについては論じなくてよい。えー、ということですね。で、これパッと見たとき、2つ論じなきゃいけないんですよ。広告物の掲示の原則禁止と印刷物配布の制限。この2つの意見性を論じなきゃいけなくて、それぞれ違うんですね。なので2つ入ってるから時間ない。 これにも着目してパッと書こうって思ってください。で、簡単に特徴だけ箇条書きしますと、まずね、まあ第一第二で分けますと、第一、広告物掲示の規制ですね。 でこれの特徴を別に答案構成用紙に、ね、書き出しても書き出さなくてもいいんだけど私だったらこれ書きき出してきます <laughs> 今回は特別制限区域内の規制ですよね。 なので特別制限区域ないのみの規制だから一見これね場所の規制のようにも思えますよね他のところで他のところでは掲示していいだから場所の規制なんじゃないか要するに内容中立規制ですね で内容中立規制だとご存知の通り内容規制、内容中立規制二分論から言うと緩やかな審査の基準に、方向に動きます。大丈夫ですかね、見えますかね。この辺のほうが見やすいかな。ただね、これ本当に内容中立規制なんでしょうか。なぜかというと、これ、許可があれば広告物、掲示できるんですよね。 で、どういうふうなものだと許可されるかというと、えー、歴史的な環境を向上させると認められるものは許可がされる。なので、これね、実は許可制になっていて、えー、歴史的な環境を向上させると許可が出る。 あれれこことはこれ中身に踏み込んんでません表現内容に踏み込んで許可を出してますよねだから許可が出るかどうかの当たっては内容審査の側面があるんですよ。っていうことはこれ内容審査してるから内容規制じゃないか。だから内容中立規制なのか内容規制なのかちょっと微妙な問題なんですね実はこれ。 でもう一個この立法目的って何でしょうか。あの簡単でいいですよ。簡単で皆さんパッと考えてください。立法目的は歴史的環境を維持向上させることですよね。あの表現を規制する目的じゃなくて歴史的環境を維持向上させる目的でたまたま掲示物が禁止されたからこれは付随的規制っていうこともできます。なので何が言いたいかというとこれ。 審査基準を緩める方向の事情と強める方向の事情が共存している内容中立規制なのか内容規制なのか付随的規制なのか、まあ、全部入っているということもできますこれらが混ざっているものなんですねでこの混ざっているところをどう処理するかっていうのが一つになりますこれらが混合してます でプラス、まあ、ここは皆さん気付いたと思いますけど広告だから鋭利的表現、これらの要素をちゃんと総合考慮して自分なりの基準を立てて当てはめできればここは合格できたと思います広告物掲示の原則禁止ね。 回答例は合憲で書いているので、私も回答例を用意して、私は違憲の方向で回答例を用意します。ます、あ。両方ね、見ていきましょう。ょとりあえずね、講師作成答案の方から見ていきたいと思います。えー、講師作成答案の方を見てください、第一もう時間がないんでスピーディーにいきましょう。えー、これ、完全に私が、ね、70分で書いた答案です。第一広告物を原則禁止してていいる点について でこれはもちろん完全解じゃないです、70分でかける限度の回答です。え本件条例は特別規制区域内においては市長の許可を得ない場合は広告物の掲示を禁止、罰金刑を科すものであるでまず、本件条例は広告物を掲示する自由を侵害するまず、人権侵害がないと、えー、これ、憲法問題になりませんので人権侵害があると書いてください。でここで指摘するののは生の自由 広告物を掲示する自由を指摘して、それが21条1項の保護を受けるっていう構成で書いてきます。で、広告物の掲示は、英理的言論ではあるが、掲示によって自らの人格を発展させるという自己実現の価値を有し、また国民の知る権利に資するため表現の自由の保護を受ける。ここはまあ皆さんね、よくご存知の一般的な論証にしました。英理的表現というのは、自己統治の価値には欠けるけど、 自己実現の価値まあよくある、えー、論法でここは持ってきましたしかし政治的表現が有する民主性に資するという自己統治の価値は欠けるため意見審査基準はやら緩やかになると解するあの自己実現の価値自己統治の価値の中身はちゃんと書いていってください、えー、そして 表現の自由といえども無制約ではなく公共の福祉による制限を受けるでそこで許さ,れない許される制約と許されない制約を切り分ける審査基準が問題となるがそれは権利の性質と制約対応で決するべきである。で、まあ、一般論を書いてじゃあ意見審査基準を導いていきます。えここで権利の性質は前述した。 表現の自由は民主性そのものに関わる権利であり既存されると民主性による救済を望,まし望めないので通常は厳しい基準を用いるが自己統治の価値が欠けるためやや緩やかな基準を用いるそして制約対応であるが本件条例の目的はで条例の目的はやっぱ触れなきゃいけない歴史的な環境を維持向上させるためであり そのために広告物が掲示が禁止され例外的に市長が歴史的な環境を向上させると考えた広告物の掲示を許可するものであり市長の内容審査が介在するという点においてまさに表現内容に着目した規制といえる私はこれ表現内容に着目しししたた規制だとしましたなぜかというとやっぱりこれ市長が内容を見て許可しているのでこれは表現内容規制だろう。もちろん 場所の規制だっていうことを重視して内容中立規制ということもできますでこのようにね内容規制だって言,いた言った人は何で内容中立規制じゃないか反対の事実も潰してくださいそれがここ広告物はその地域で掲示することが重要である点に鑑みると単に地域の規制という点を持って内容中立規制だと見ることはできないこれどういうことかっていうと このの中継っっててね今渋渋谷谷東京でやます例えば渋谷のラーメン屋のチラシを沖縄で配れるからいいでしょって話にはならないですね。渋谷でで配らななきゃ意味ないですよねっていう話。なので広告物団はその地域で掲示することが重要地域の規制だから内容中立規制だと見ることはできない従って選びうるより制限的な手段がない場合に限り合計円とすべき、まあ、LRA の基準を立てました。 でここで立法目的達成には、ね、LRA の基準を立てて違憲にしたい場合は厳し,いし厳しすぎるってのを言えばいいんですよねもっと緩やかな手段で目的達成できるで問題文に1つすごいヒントがあってこれ使いました歴史的な環境を向上させる広告のみならず環境を維持する広告を許可しても十分ですよねあの市役所の人だったかなセリフに書いてましたよね環境を維持する広告でも許可されないと。 でもそれってやりすぎで上がるだけじゃなくて維持でも別にいいじゃないですか許可しても。ということで手段は厳しすぎるので意見であるとしました。で時間がない時のテクニックなんですけど規範定律と当てはめをはっきり分けずに混在させてる場合もあります。でこれね休止受けてる方よくないっていう人もいたんだけどこれケースバイケースです。別に規範と当てはめを少し混ぜて書いてもいいことはあるのでそれはね、えー ちゃんと論理的になってるかどうかでチェックしていってください。で、レックの回答例は、こちらのね、分析会レジュメの行ったり来たりで申し訳ないんだけど、分析会レジュメの4ページご覧ください。で、レックの回答例123は、まあ、英理的言論の自由を述べて、私の回答例と本質的に変わりません。で、4番見ていきましょう。本件条例案は、例外的に、 特別規制区域の歴史的な環境を向上させるものにあたる場合を除き広告物の掲載を制約していることからかかる文言が、えー、不明確として明確性の原則に反するか、えー、問題でとなるでレックは明確性の原則を論じてるんですけどこれね私この回答で作ったんんじゃないんですよ実は私は公式回答例作ったんですけどここは私ね正直よくわからなかった。 で、明確性の原則がストレートに問題になる事例ってこういうことなんですよ。ある何々法があって、この法律がひ、例えばね、表現に対して直接刑罰を課している。これは明確性が問題となる典型例です。 でこのんで明確性が問題になるかというと、えー、表現の自由に刑罰を課すあるいは不利益を課す立法が不明確だと萎縮的効果が大きいから萎縮してしまうからでて点にあります。でも今回っていうのはそうじゃなくて〇〇法が表現を規制してるんだけど例外として 三角三角なら表現許可この許可基準が不明確だって言ってるんですよ今回の問題はだから直接明確性の原則がストレートに問題になる事案ではない許可基準が不明確 なので、レックの解答例みたいにね、あの、これを明確性の原則でストレートで論じていくと、まあ、点数は入りますよ。あの、正直ね、予備試験って加点方式だから、ちょっと外れてても、書いてあれば書いてあるほど点数は伸びるので、普通に合格答案です、レックの答案も。ただ、もうちょっとちゃんと書くんだったら、これね、上の問題と下の問題ちょっと違うから、どう書くか。ここをね、拾いたいんだったら、 市長の許可基準が不明確っていうことは市長の恣意的な運用がなされる恐れがある。なので例えばこんな感じで書く。 え、市長の恣意的な運用性があるので、例えば、規制範囲が広すぎる。あの、漠然不明確だったらいいと思いますよ。あ、ごめんなさい。漠然不明確じゃなくて、後半ゆえに向こうの方にだったらこれ使えると思います。許可基準が不明確で、規制範囲が広すぎるんだ。あるいは、規制対応が厳しすぎる。 こういう方向のロジックだったら用いることができると思います。だから明確性というよりは。あの後半ゆえに向こうのほうりの方がしっくりくるんじゃないかなっていうところですね、ここは。 よろししいでしょうかじゃあちょっとね、えー、レックの回答例の続きも見ていきましょうでレックの回答例の内容審査ですね、えー、5次に内容審査を行う、えー、広告物を掲示する自由は生活基盤を確保するための手段を実現するために不可欠であり重要な権利だと言えるが表現の自由の一つに含まれるものの自己投資の価値は低く一般的な表現の自由と同程度の価値があるとは言えない。 でまた、広告物掲示を無制約に認めると営利目的を重視して、大量の広告が路上に設置されるようになり、歴史あり町並みの環境を著しく害し、住民の生活に悪影響がある恐れがあり、これらの弊害を防止する必要性がある、さらに歴史的環境の維持・向上は各自治体の責務であり、条例制定者に立法裁量がある、その上、特定規制区域以外であれば、広告物掲示が可能であり、内容中立規制なので規制対応も弱い。レックの回答欄は、内容中立規制だと認定しています。そこで、あの合憲意見が私の回答でて分かれた。 で合理性の基準によって判断して、えー、目的も正当で合理的関連性が認められるこんな感じで書いてますいいでしょうかとにかくちゃんと問題となる要素を拾ってすっきりとした筋で書ければ憲法は合格です違憲とか合憲とかそういった結論はどっちでもいいんですいいでしょうかじゃあ第2の印刷物は配布の自由についてこれもポイントを少し書いていきます でこれは地域の商店店舗経営者は例外とされていることから、まあ、この地域で広告をくらく配らなきゃいけないって第一のやつとはちょっと違うんですね。でここ気をつけなきゃいけないこれ政治的表現も営利的表現も両方規制,規制されてる。 本来時間と答案用紙があれば分けて論じたいところですだって違いますよね政治的表現の印刷物配布を規制する部分と英理的表現の印刷物配布を規制する部分違うので本来分けて論じた方が学問的にも正確だし司法試験の点答案としても点数伸びる本来二つを分けて論じたい でもこの印刷物配布だけが問題となっていればいいにせよ第一でも広告物規制まであったから70分でこれおそらくね分けてきっちり論じることは不可能だと思います。時間がないじゃあ時間間ががなないいじゃどうするか例えばこの2つを分けて本当に一つ一つの論述を甘くする方法もありますけど私はねこういうふうにしました。 政治的表現の部分を論じてまずここ違憲だよとそしてこの2つが分けられないと要するに法律って2つの規制があってこれバッツリ分けられるんだったらこっちは違憲でこっちは合憲っていう一部違憲の処理できますよねでも不可分一体なら全部違憲とするしかないで今回正直不可分なのかどうか分かりませんただまあ処理として分けて論じたかったけど時間がないので私は 政治的表現部分が違憲で,で全体が不可分だから全体として違憲という処理をしました。 この処理はまあい,いろんな処理あると思います。あとこの第2で注意しなきゃいけない要素としてはこれ内容中立規制でしょうねこれは。で第1みたいに中身を見た審査の要素がないのでこれは普通にもう方法の規制としか言うようがない内容中立規制。 と私は書かなかったんですけどパブリックフォーラム論を使うこともありえななくはないだって路上でビラ配布することっていうのは勘弁な表現手段ではありますので伊藤裁判官補足意見なんかありますよねあのいわゆる講演とかじゃなくてもパブリックフォーラムと評価されることがあるこんなのも使ってもいいです私は使いませんでしたしレックの回答例でも書いてないけどこれも使うのは一つの手。 でありますでやっぱりこれね内容中立規制もポイントだけどこの政治的表現と営利的表現両方規制されててここの2つの処理をどうするかっていうのも問われてますでレックの回答例も私の回答例もそこは処理してますのでちょっと私の回答例から見ていきましょう公衆レジュメを見てください、えー、第2印刷物配布の制限について本件条例は特別規制区域内の印刷物配布を禁止違反には罰金刑をかつにおいて印刷物配布の自由を制限するものである そして印刷物配布の自由は自らの素を印刷物配布の形で行う自由を侵害するので表現の自由の侵害となるまず権利侵害があるよと書きますで本件印刷物は政治的表現の場合も営利的表現の場合もあるがまずは政治的表現だとして論じていきますじゃあ政治的表現だとして政治的表現は第一で述べた自己実現の価値と自己統治の価値を有する極めて価値の高い人権である でそして民主制そのものに関わる権利であるので経済的自由の規制立法より厳しい審査基準を用いる本件制約対応は表現内容に着目したものではなくあくまで特別規制区域内の配布を禁じた方法の規制といえるので内容中立規制といえる制約対応は比較的緩やかであるなお特別規制区域内の店舗関係者は一律に印刷物を配布できるかこれは内容審査をしているわけではないので上記結論を採用しないしたがって権利の性質と制約対応を考慮し LRA の基準を用いるべきである で、LRA の基準って、ちゃんと中身定義しないと使えないけど、第一でどういう基準かっていうのは定義つけてるから、ここは LRA の基準って一言で済ませることができます。で、2ページ目。で、ここで通常政治的表現の印刷物は、地域の歴史的な環境を害さない場合もあります。あの、広告物の配布だと、確かに歴史的な環境を害することもありますけど、政治的表現の場合は、 外する場合もあれば外さない場合もありますね。で、とすれば歴史的な環境を外さない印刷物の配布は許可制や届け出制で認めるという立法態度もあるので。あの LRA で意見にしたいときは緩やかな手段1個あげればいい。これね、環境を外さない配布物は許可、許可制にすればより緩やかになりますね。それ触れればいいだけ。 で、従って本件条例のうち政治的思想が記載された印刷物の配布を禁じた点は違憲である。で、本来正確に言うと許可制にしない点で違憲である。だけど、許可制にするかしないかで法律を分けることはできないので、結局政治的ビラの配布が全部違憲である。っていうのが正確ではあります。 そして政治的表現の印刷物配布規制部分と営利的表現の印刷物配布規制部分を分けることは困難であるので本件条例の印刷物配布を禁止した点は一体として意見となる。でねあの一部意見の処理とかあの不可分だから全部意見になるっていうのは慣れてない人もいらっしゃるかもしれないけどこれね司法試験で流行ってますすごく。でね一部意見の処理は国籍法違憲判決あれをねよく 分析してくださいあれが一部意見意味的一部意見の処理をしている国籍法違憲判決がお手本になりますじゃあちょっとねレックの回答例も見ていきましょうレックの配布した回答例の4ページ目の下から4行目ご覧ください印刷物配布の自由について。 で、本条令案は特別規制区域内で印刷物を配布することを禁止しているが、表現の自由を侵害とするものでして違憲となるか検討する。で、表現、5ページ目に行って表現の自由として保障される。で、刑罰があるから権利制約される。許されるか。で、ここで、あのー、自己実現の価値とかいろんなことを書いて、で、4のカッコ2で内容中立規制ってことを書いています。で、 レックは歴史的な環境維持・向上するため専門性を持った条例制定者の広範な立法裁量に委ねられる立法裁量が広いことも踏まえて実質的関連性の基準で厳格な合理性の基準というのを立てておりますただですねまあこれもうちょっとレックの回答でブラッシュアップするとするとやっぱり政治的表現と経済的表現営利的表現両方あるから政治的表現ならこっちでいいでしょうね で目的審査で目的は重要だと書いて手段審査です手段審査を見ましょうカッコ1まず特別地域区域において印刷物配布を禁止すれば当該地域における歴史的環境は維持向上されるため手段の実行性は肯定できる最も前述したように本条例案は営利的言論はもちろんのことを政治的な言論をも禁止することになる えー、そして公職選挙法により厳格に規制されている選挙活動が歴史的環境の維持向上を阻害することは通常考えられないしたがって前期目的を達成する上で政治的権能目的とした印刷物配布を規制することは不相当であるから相当性にかけ意見としていますでちょっとねレックの回答例補足ですあのレックの回答例は厳格な合理性の基準を使っているんですがこれね一般的な 厳格の合理性の基準じゃなくて少数説の学者の厳格な合理性の基準ですちょっとだけ触れますね厳格な合理性の基準ででこれね市販の解答例読むときも知っておいた方がいい知識なのでぜひこれ知っておいてくださいこれ目的重要で 手段と目的に実質的関連性があればいいっていうことですね。でこの手段目的との間の実質的関連性の意味が多数説と少数説で違うんですよ。で多数説、足部先生なんかは 実効的であればいい。要するに効果的であればよい。だから、手段が相当じゃなくても、ちょっとやりすぎでも効果的であれば、自主的関連性があるとするのが多数説。これが一般の意味です。ただ、少数説は、実効性プラス相当性も含めるっていう考え方もあります。 だから小数説に立つと若干 LRA の基準に近い基準になって結構厳しくなってきます実質関連性の意味は多数説と小数説で違うのでこれ注意してくださいレックの回答例はこれ小数説の実効性プラス相当性が実質関連性の内容だっていう立場に立ってます別に間違いじゃないそういう学説もある もうあ30分ってあっという間ですね。いいでしょうか。まあ、ちょっと書いてる、板書書いてる方もいるんで、板書のままでお話し,しますと、最後のレックの回答例の8番、最も条例の制定案であることから、本条例の規制対象を営利的言論に限定することで合憲となる余地がある。レックもちゃんとと的言論と 政治的表現の両方の規制がなされているって意識した論述をしてますこの程度でいいんであどっちも規制対象になっていて分ける可能性もあるんだなってことを意識した論述をしていただくと第2は合格ラインに達すると思いますなのでまとめますと今回ね憲法処理量が多いのでまずは論理立てたすっきりした答案が書けることこれが一つの条件で合格のためのもう一つの条件は 私が書いたこの内容中立規制とか付随的規制とか内容規制とか入り混じった規制なんだここをちゃんと意識して処理できたかもちろん営利的表現も意識できたかあと2番だったら2つので、ね、政治的表現と営利的表現両方規制対象になっていてこの2つの関係をちゃんと考慮できたかその辺りを気付ければ合格答案書けたと思いますただですね身もふたまない話すると憲法そんなに得意な人いませんので、ね それなりにかけたら大丈夫ですよ、えー。皆さんそれなりにかけたら、えー、自信を持ってください。でね、えー、もちろん受かったら司法試験に進んでいただきたいですし、もし今年ね、ダメだった方も、この分析会を生かしてですね、えー、来年以降ぜひ頑張っていってください、えー。それでは憲法はこれにて終了いたします。お疲れ様でした。